福永さんも35周年なんですね。はい、そうか、はい、そんななるんだね。60です。あ、本当、はい、なにわ男子この曲好きなんだよね。はい、もうめちゃくちゃ大好きで、もうこうやって徳永さんの隣にいさせてもらえるっていうのでも嬉しいですけど、ね、その曲を生で聴けるっていうのはもう本当にもう鳥肌今も立ってます。ありがとう。さあ、いよいよ2組による雨の名曲スペシャルメドレーです。まもなく梅雨到来、雨の名曲といえば、シンパニーの本村です。今日はミュージックステーションを、まあ、今ちょっと録画で見まして、でそれの所感とレイニーブルー今回歌われてたので、レイニーブルー の最近の歌い方とデビュー当時 その CD の歌い方とのちょっと違いみたいなところもね、検証できたらなと思ってギターを抱えています。はい、でまずはミュージックステーションの所感なんですけども、まあ、タモリさんね、もうミュージックステーションといえばタモリさんですよね。でタモリさんに対してね、もう60になりました、35周年のね話の中で60になりましたみたいなことをタモリさんに伝えて、でタモリさんはね、おおそうかみたいなね、タモリさんからすれば60なんてまだまだ若いよみたいな感じ、そのおおそうかみたいなね、そんな感じなのかなと思って2人のやり取り聞いてましたけどね。あとはそのすごく若い世代のアイドルの方が徳永さんのそのレイニーブルーが好きで、で生で聴けるっていうことで、すごいこうもう聞く前から取り上げが立ってるっていうようなコメントに対して、なんかちょっと徳永さんも照れくさいのかちょっと恐縮してたような感じで、受け答えされてましたね。で今回その生でバンドじゃなくてピアノの演奏、坂本さんのピアノ演奏に合わせて歌うっていうことで、徳永さんも少し緊張してるみたいなことを言ってましたね。まあでもさすがにこうバシッと決めた白いスーツで、きちっとね歌い上げてくれてて、すごく心に刺さる、歌を聴かせてくれたなと。で、まあ、徳永さんのね代表曲、まあ、デビュー曲の「レイニーブルー」、まあ、レイニーブルー、終わりかけのレディオ、まあ、あと輝きながらとかね、まあ、その辺が世の中一般的にはやっぱり徳永さんの代名詞みたいな感じがあるんですかね。でもレイニーブルーもそのボーカリストがやっぱりあれだけヒットして、徳永さんっていうのことの、まあ、徳永英明っていう、まあ、名前が
すごくこう世間に知れ渡って、カラーの方がやっぱりそのレイニーブルーのね認知度も上がったのかなって思ってます。そういう意味でもやっぱりボーカリスト その果たした意義っていうのはすごく大きいのかなと思っています。で、今日レイニーブルーのそのデビュー当時の CD と、まあ、あと1997年トラック以降かな、ちょっと歌い方変えてきた、まあ、もちろんライブでは当然その前から変わってたんですけども、そのデビュー当時の歌い方と、まあ、その最近の歌い方の違い、どんなところが違ってるかみたいなところをですね、弾き語りしながらちょっとやってみたいと思うんですけど、まあ、原曲キーはねいいですね。人影もって始まるんですけど、ちょっと僕はこの今原曲キーで歌うと多分後半きついので、半音1音かな E の1個下で D コードで、やってみたいと思います。人影も見えない午前0時電話ボックスの外は雨ダイヤル回しかけてふと指を止める冷たい雨に打たれながら悲しい物語を思い出したあなたの帰り道交差点ふと足を止める Rainy Blue も終わったはずなのに Rainy Blue なぜ追いかけるのの幻消すように私も今日はそっと雨これが、まあ一応その CD そのデビュー当時の CD のふわりに割と近い風に歌ってみた感じです。で次に、最近の歌い方で歌ってみたいと思います。人影も見えない午前0時ではボックスの外は雨かけ慣れたダイヤル回しかけてふと指を止める冷たい雨に打たれながら悲しい物語を思い出したあなたの帰り道交差点ふと足を特徴的なところはレイニーブルーのっていうところが最近なんですけど、昔はレイニーブルーのっていう感じで歌ってましたよね。あとはその次かあなたを幻消すようにのところがあなたを
し消すように、っていう感じで少しこう前の方が消すようにっていう感じで結構こう何ていうんですか、しゃくりも使ってたんですけど、最近はあんまりそういうしゃくりは使ってるけれどもそこまでのしゃくりではないみたいな、そんな感じですかね。はい、あとは最後のとこですかね。あの頃の優しさにのところが、あの頃の優しさにっていう感じで、ちょっとこれも歌い方変えてるのかなと思います。あー、いやーでもしかし声出ないもんですね。ちょっと頑張って歌ってみます。レイニーブルーも終わったはずなのに、レイニーブルーなぜ追いかけるの、あなたの幻消すように私も今日はそっと雨、あの頃の優しさに包まれ下げていいですか。っていうかもう C か、 C コードですね。だいぶ下げちゃいましたけど、 E から D にして C まで下げちゃいました。はい、人影も見えない午前0時、電話ボックスの外は雨、慣れたダイヤル回しかけて、ふと指を止める、冷たい雨に打たれながら悲しい物語を思い出した、あなたの私も今日はそっと雨、あの頃の優しさに包まれ